これを注入し、こうやって揉みます。いきなり全部緩めないで、引っかかったところでちょっとこう動く範囲を見つけて、そこで、馴染ませるように揉みます。でちょっとずつ当たってるところを馴染ませながら全部抜くと、錆びたボルトも、取ることができます。無理やり回さないでください。はい、無理やり回すとね、ネジ山いきますので、硬いね、これも。そういう時は、まあ、さっきも集中したんですけど、これをちょっとだけ動くね、こう引っかかりあるけど、引っかかりある、錆びてるからこれ以上回らないということは、ちょっと動くところでちょっと緩んだら、そこの隙間にちょっとぶち込んで、また締めます。またちょっと戻す、また締める、またちょっと戻す、引っかかってこれ以上回らない、また締める、戻す、締める、戻す、これを何回も繰り返す。で、なじませる、なじませる、なじませる。そうするとだんだん、だんだん可動範囲が広がってくるから。汚くて申し訳ない。あの、気管支喘息をこじらせてまして。よいしょ。こうやって、回るようになったな。硬くなった。そしたらまた締めて戻す。で、なじます、なじます。ぐり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 。戻す、戻す。硬くなったな。手が疲れる。で、注意しなければいけないのは、ねじ山を舐めないように。舐めないように。舐めるとダラダラダラじゃないよ。舐めないようにすると、いいということですね。はい、あ、取れた。はい、取れました。これでバンドが取れて、はい、これで、出ます。よいしょ。おー、すごいすごい。すごいね、これ。ほらほら。はい、これが、これがですね、40年以上前のバイクのシートベースを初めて取ったという様で、ございます。汚い、汚いけどね、でもこのケーキのスポンジみたいにボロボロ崩れるわけじゃないんで、あのウレタン自体生きてますね、まだ使うことはできます。はい、であとはこのタッカーをきれいに取ってですね、新しい皮を貼っていけば完成ですね。よいしょ、はい、その作業はまた後ほど。